お疲れ様ですえ、河野さんの徹底基礎講座を受講させていただきましたありがとうございます嬉しいです中,え中学え中学生でどうですかね中学生で分かりましたかね大学数学に挑みたいのですがどのような順番でやっていけばいいでしょうかえ、またおすすめの参考書を教えてくださいいやまあとりあえず講座講座の中でもう大あ大学数学か大学受験の数学かと思ったんですけどもう中学生でそこまでいってるのか どののような順番でやっていけばいいけばかまあ割と興味のある範囲でやっていけばいいと思うんですけど無難なのは線形代数とあとまあ解析のまあ簡単な微分析分の大学のちょっとした応用的なところまあ二重積分とかそういったところがまああの無難ではあると思うんですけどちょっと抽象度が一気に高くなると思うので中学生のうちはなんかイメージとか。 あと、行列とかってやんないですよね、きっと。あと、数算、大学数学やりたいんだったら、まず数算からだと思いますね。うん。そうだ、そうだ。ね、えー。数学3をまず押さえ、あのー、履修してください。で、行列とか、まあ、行列は広く線形代数に含まれる。線形代数は別に微積とかは、まあ、わからなくても全然理解できるんですけど、うん。 まずは数算かなと思いますけどね、僕は。うん。まあでも興味があるところだけ、ぼちぼちやっていけばいいのかなというふうに僕は思います。はい。まあね、数学楽しいなって思いながら先取り学習するのが一番いいので、ちょっと答えに的をちゃんと射抜いてないかもしれませんが、そんなところですかね。はい。